カウリメコはマラウイ北部州の湖である。ニーカ国立公園内で唯一の自然湖である。130平方メートルの面積を持つ、この湖はニーカ高原内の標高2200メートルの地にあり、チェリンダキャンプから西へ8キロメートルの地点に位置している。2008年9月のカウリメコカウリメコは、北ルクル川の小さな支流の一つが、 地滑りによってせき止められたことで形成されている。かつてマラウイの国立公園野生生物局に勤務していたリチャード・ニュートンによれば、この湖は水が流入せず、流出もせず、それでも水はなくならず、空を映しているという不思議な現象が見られる湖であるとされている。この湖は、ニーカ高原に暮らす多くの住民にとって神聖な土地となっている。 トゥンブ家族の間では、伝統的なカルトの信者が邪悪な精霊に生贄を捧げる地とされている。また、この湖には特別な力を持つオロチが住んでおり、この蛇はトゥンブ家族の人々が神と通じ合えるようにする力があるとされる。また、湖の石や貝殻を用いた工芸品が発掘されている。この湖周辺に生息するコモリグモのトリビア、 ナイグリスターニツは、マラウィにのみ生息する珍しい雲として知られる。なお、この湖は居住エリアとは、離れており、人間に脅かされていないため、観光客は、比較的容易に野生動物を観察することが、可能である。ナショナルオードットオフィスニュースレター、ボリューム2、イシュー2、マーチ、エイプリル2007、キャリンダ・ロッチ・ジャンボ、アフリカ・リミテッド、プランツ・オブ・ザ・ニカ・プラト サウスアフリカンナショナルバイオデバーシティインスティチュート、プレトリア ,2005, S.2 リチャードニュートン、マラウィ、ザウ a w ダムオブエスエスンゴマトラビリンテレジェンスハットニカナショナルパークワールドヘリテッジユネスコマーク・アルダー・ウィレルトエイリー・ AD、ビジョン・オブエイ・セントラル・アフリカント・リビアウィズ・ザ・ディスクリプション・オブ・ツー・ニュー・スピーシーズ・フロム・マラウィ、ザ・ジャーナル・オブ・アラクナラジー 1999, S449-457 ありがとうございます。